ディズニーアニメのもの、もうダメだ俺今日ディズニーアニメの古典、眠れる森の美女の悪役マレフィセントを主人公にしたダークファンタジー。アンジェリーナ・ジョリー演じるマレフィセントがオーロラ姫に呪いをかけた理由が明かされる。監督はアバターなどのプロダクションデザインを手掛けたロバート・ストロンバーグさん、共演はエル・ファニング、シャールト・コプリーラということでございます。はい、ということでね、大々的に宣伝もされてまして、世界的にも大ヒット、超大ヒットしているマレフィセント、これを見たよというリスナーの皆さん、ウォッチメンからの監視報告、メールなどでいただいております。ありがとうございます。メールの量はまあそのヒットの規模というかね、知名度から言うと普通、まあだから少なめぐらいの感じなんですかね、なんですが、なおかつ感想は賛否両論、ちょっとだけ火の方が多いかも、否定的意見の方がちょっとだけ多いかも。否定的な意見としては、あのマレフィセントが、つまりね、眠れる森の美女の悪役、あのマレフィセントが単なるいい人になっててつまらん。これじゃあ眠れる森の美女じゃないよ。オーロラ姫が何を考えているかわからない。三人の妖精の扱いがいくらなんでもひどい、などなど。対して肯定的な意見は、お話としてはともかくアンジェリーナ・ジョリーが最高、アナと雪の女王と続けてみるとディズニーが今やりたいことが伝わってきます、この先も期待、などなどというね、まあ、視点の置き方によって評価も変わってくるというところでしょうか。ちなみにこの番組のアドバイザー、放送作家ね、瀬野鎮さんはもう今年ベスト、もう見てる間ずっと幸せだったっていうね、全肯定意見でございましたが、代表的なとこをご紹介しましょう。まずダメだったという方から、ラジオネームビールクズさん、初めてメールします。ありがとうございます。今回ウォッチメンされるマレフィセントの元の話、眠れる森の美女は、私の29年の人生においてナンバーワンアニメーション映画です。幼少の頃に購入してもらった VHS は再生しすぎて、一昨年とうとう擦り切れました。バチッってね。で、まあいろいろこう書いてですね、いろいろ魅力の多いこのアニメで最大のアクセントがマレフィセントです。ディズニー・ヴィランズ、まあディズニーに登場する悪役、ディズニー映画に登場する悪役、史上最強とも言える、ヒンワールドにドラゴンになれちゃう化け術を持ったマレ様は、そのケオケオユー、孤高を感じる全身ブラック感で常に私を虜にしてきました。そんなマレ様にマレ様をフィーチャーした、マレフィセント、情報解禁時に出たアンジーのビジュアルの完コピ感に期待大と公開を待ち望んでいた作品でした。実際に見た感想としては、しっくりこない、真実っていうか全然違う話になっちゃって、マレフィセントの真実っていうか全然違う話になっちゃってないかという後味、それこそが主題ではあるのですが、マレフィセントとオーロラの心の距離の詰め方が随分早いなという印象でした。マレフィセントといえば邪悪で真っ黒なイメージなのに、その心の決壊が早いというか、前半で語られるエピソードによって基本いい人感が拭いきれず、あって叱るべき恐怖を感じにくかったです。もう少しダークサイドをはっきり印象付けておけば、最後の展開への感情移入が少しはできたのではないかと思います。マレフィセントである以前に、女優アンジェリーナ・ジョリーの存在感と役者の特性が前面に押し出され、それが魅力になりうるというよりは気になってしまい集中できない、ということでそれがマイナス要素だというね、あと3人のその妖精の存在、が、ちょっと雑であるというかね、描き方とかですね、元のアニメが好きなものとしては好き嫌いという判断というよりは全体にしっくりこないというのが大枠の感想でした。はい、というね、ファンの方、一方褒めてる方はこんな感じ、ラジオネームヨッキャンさん、なんといってもアンジー様、アンジェリーナ・ジョリーね。アンジー様のファンである私にとってはかけがえのない一作となりました。アンジェリーナ・ジョリーといえば派手なアクション映画のイメージがありますが、彼女の一番の魅力は表情の素晴らしさにあると思います。もはや顔芸とも言える、目線、口の使い方など、に毎回見せられもだえております。今回の映画の中でも派手なアクションシーンに隠れがちではありますが、彼女のセリフなしのアップのショットがとても多かったように思います。監督わかってる。とにかくワンショットでも映画持つし、説得力が半端ない。みるみるうちに見せられてきました。アンジー様最高。なんか軽くこう、片眉キュッて上げるとかね、小技が効いてたりするんですよね。で、確かにアップが非常に多く印象的な作品だったというふうに、思います。ありがとうございました、皆さんね。はい、ということで、マレフィセント。私もですね、今回字幕 2D3D で、両方見てきた。吹き替えがね、上戸彩さん出てる吹き替え、あと歌を大竹しのぶさんが歌ってるやつ、吹き替え見てないんですね。ちょっと申し訳ございません。今回のね、エンディングテーマ、その、大竹さんが日本まで歌ってるって、Once Upon a Dream ってさっき流れてた、ラナデルレイのダークなバージョン、アレンジとか結構、いいアレンジ、リアレンジの仕方だなというふうにね、思いましたが、さあ、映画の方はこういう、いい塩梅のいいリアレンジになっているのか。まあ言わずと知れたディズニークラシック、その眠れる森の美女、1959年ですからね。を、まあその、ディズニーヴィラン史上、ディズニーの悪役史上でもかなり有名な方であるそのマレフィセント。弱お姫様に呪いをかける悪い魔女ですよね。側の視点から現代的に、ちょっと一応格好つきする。現代的にリメイクして。で、こういうふうに、伝統的ディズニーストーリーのその現代的な語り直し、っていうのがまあこのところその結構ぶっとい流れとしてずっと続いているっていうのはまあこの番組の折に触れ、ちょっと言及してきたあたりだと思うんですけど、まあ例えば
そのディズニープリンセスストーリーというね、お姫様の話、ディズニープリンセスストーリーという、まあ、伝統のその延長線上にありながら、まあ、例えば昔のそういうののように、まあ、眠れる美女もそうなんですが、まあ、王子様が迎えに来てくれて、キスで結ばれてハッピーエンドみたいな、要は、あの、男性に見出され、愛され、守られることが至上の喜びであるというような、受け身の女性主人公像、ね、昔のね、まあ、言っちゃえばその男性社会の一部というか、男性社会が求めるような女性像、旧態依然としたその、受け身の女性像ではない。このではないの部分を強調する、むしろその否定こそがメインコンセプトであるような一連の作品っていうのを、まあ、この番組でも何個か扱ってきたと思います。具体的にはまあ特にプリンセスと魔法の騎士ですね、この番組だと2010年3月14日にシネマ柱時代扱いました、から始まる言ってみれば第二次ディズニールネッサンスの流れ、まあ、第一次っていうのは言うまでもなく、まあ、美女と野獣から始まる一流の流れ、まあ、第二次ディズニールネッサンスはプリンセスと魔法の騎士から始まる、要はプリンセスと魔法の騎士も最初に、古典的なそのね王子様と結ばれてめでたしっていうのを最初に絵本として読んでではないってことをまあ強調するような作りになっている。で、まあ、その流れの一種こう到達点、一つの到達点がご存知ね、もう今更もうあれですけどね、アナと雪の女王ということになりますね。この番組でもこの3月30日にまた私の表でも扱いましたし、その後、荻上チキさんを招きしてのね、もう決定版と非常に評判が高い、あの、荻上チキ表、もあったりなんかもしました。あるいはですね、例えばその、女性主人公がですね、まあ、その、受け身どころか、男たち、男たちは大体もう役立たずにほとんど近くて、男たちより強い、受け身どころか強い女性主人公。ゆえに、異性愛の成就が物語のゴールではなく、そしてなおかその女性主人公が古い社会のあり方、例えば女らしくしろとかそういう古い社会のあり方に、非常に抑圧を感じているような女性主人公がいて、なおかつ、なんか呪いがあるんですけど、その呪いを解く方が昔のように、こう単純な因果応報、要するに王子様がキスすれば OK ではなくて、なんか主人公たちの気持ちの通じ合い、要はコミュニケーションの問題みたいなところに置き換えられている、みたいなあたりはですね、まあ、ディズニー参加ピクサーの、プリンセスものでもあるメリダと恐ろしの森なんかも、まあ、作品としてね、ちょっと存在感として小ぶりではありますけど、まあ、それも同じような流れと言えるんじゃないかとか、あとですね、まあ、今回のマレフィセントみたいに逆の視点からの読み替え、要は、悪役とされている側にも何か言い分立場があるんじゃないのっていう、まあ、そういうリベラルな見方が入ったリメイク、続編という意味では、例えば今回のマレフィセントと同じ脚本家、リンダ・ウルバードさんっていうね、まあ、この人はあの、美女と野獣とかライオンキングの脚本家ですから、相当ディズニー貢献度高い人ですけど、まあ、この人があの脚本をやっぱり同じく手掛けた、不思議の国のアリスのゴジスタンのアリス・イン・ワンダーランドね、ティム・バートンのやつやりましたね、これシネマ柱2010年4月にやりました。これ結構僕、酷評した覚えがありますけどね。とか、あの、この番組で扱いし、その後なっちゃったけど、あの、サムライミ監督が、あの、オズの魔法使いの、オズ側の立場に立った前日談をやった、オズ始まりの戦いっていうね。これ僕、これは意外と結構、あの、世評に反して僕は結構好きでしたけど。はい。まあ、そういう流れも、そのもつ続いていると。プリンセスストーリーの読み替えもあれば、悪役というか、その悪役として悪役側な人の側のね、例えばほら、アリス・イン・ワンダーランドとさ、要はあの、ほら、あの、マッドハッターがさ、ジョニー・デップがやったことですげえいい人になってたりとかっていうさ、あれはちょっとどういかがなものかと思ったりしたけど、まあそういうような流れも続いている。で、特にその、アナと雪の女王と今回のマレフィセントの2連発で来てるわけですよ。要はプリンセスストーリーの読み替えっていうのもそうだし、あと逆の視点ものっていうのもそう、要は悪役とされる人の側にも何かがあるっていうところも、としてもですね、要はディズニー自らによる、こういう言い方でしていいんでしょうね、現代的ポリティカリーコレクト、政治的正しさに沿った語り直し読み替えという流れがこの、マレフィセント、アナと雪の女王の2連発でいよいよ決定的になった感があるということだと思います。ちなみに今ディズニー自らによる、ディズニー社自らによるって言い方をあえてカッコつけたのは、外側からの批評的読み替えは、例えばドリームワークスのシュレックとかがもういち早くやってたりはするわけですよね。そういうんでいいのみたいな、昔ながらのそういうお姫様話みたいなのって、それって本当にいいわけみたいなのはシュレックがやったりするんだけど、ディズニー自らやってるという流れで、まあその地基産表、荻上地基産表でもあった通り、まあそのディズニー社のですね、その自己変革の意思というか、自己変革を繰り返して時代を超えて生き残ってやろうっていうその意思のね、徹底ぶりっていうのはさすがという、ここに関してはさすがというべきでしょうということだと思うんだけど、で、もちろんその社会とか世の中はね、当然進化、進歩しているので、それにふさわしくその古典的物語を語り直していくって、それ自体は別に素晴らしいことだと思うんですよ。間違いなく素晴らしいと。で、まあ、アナと雪の女王はその一つの成果だっていうのも間違いないと思うんですよ。ただ今回のマレフィセントどうでしょう。そのですね、
現代的な再解釈ね、特にこの場合はその、魔女を倒した王子様、元のね眠れる森の美女の話で言うと、魔女を最終的に倒した王子様の真実の愛のキスで呪いが解けるという、まあ言ってみればそのさっきから言ってる受け身な異性愛至上主義っていうんですかね、受け身な異性愛至上主義への会議相対化みたいなところがまあメインに来てるわけですよね今回ね、それ自体は別にいいんですよ。うん、その男に受け入れられる、受け身でその受け入れられるのが至上主義だっていう考え方が、会議的に相対化され、そこから先の考えに、これは非常に結構なんですが、あまりにもそのコンセプト、つまりそこを、さっき言った、昔ながらのではないを言いたいというコンセプトが先にありすぎて、それを元にして全てが作られすぎてて、いろんなところに無理が出てる。なんなら逆に抑圧的な押し付け感、やだみがちょっと、別のとこから生じちゃってんだけどみたいな風になっちゃってるように今回のマレフィセントに関しては私は、思いました。はい、どういうことか。要はですね、まあ元の家はですね、それもこれも中途半端にその眠れる森の美女を元に語り直そうとしてるからと思うんですよ。ぶっちゃけこれならもうやっぱマレフィセントである必要ないじゃんっていう意見は当然出てくるというぐらい、後出しじゃんけん的にちょっとその根本の部分が変えられちゃってるわけですよね。つまりこういうことですよ。その僕はね、その眠れる森の美女のマレフィセントの、例えばその眠れる美女で描かれたマレフィセントのあの行動、例えばその呪いをかけるシーンが完コピしてるみたいな予告でもね、みんな期待したあたりだと思うんです。ああ、すげえなって、本当にマレフィセントやってるよ。っていう、眠れる森の美女のマレフィセントのあの行動の裏には実はこんな理由があったっていう話かと思ったら、そういう作りでは全くなくて、ぶっちゃけただの別のキャラクターですよね、これはね。全然別のキャラクターなのに、その肝心の場面だけは、例えば呪いをかけるシーンの完コピっぷりとかは、生地オリジナルを再現しようときっちりしてたりするため、いろいろと齟齬が生じちゃってるっていうことだと思います。あと、それとは別の次元でですね、その今回の監督、ロバート・ストロンバーグさんという方、まあ、もともと美術監督、プロダクションデザイナーとかで、まあ、そのさっき言ったアリス・イン・ワンダーランドとかで、まあ、アカデミー賞取ったりしてます、アバターとかで、が、まあ、初監督っていうんだけど、その監督としての手腕にも、実はちょっと僕、かなり疑問が残る部分が、あったりしました。ちょっと、順を追っていきたいと思いますが。まずですね、一番気になる部分、さっき言ったようにですね、その、昔ながらのそのディズニープリンセスが、その物語が描いてたような、受け身な異性愛至上主義、ね、男から、守られ、見出され、守られ、愛されるというのを待ってる。それが一番いいことなんだっていう、その受け身な異性愛至上主義の相対化、会議。本当にそれでいいのか、女性の幸せってそういうことなの、今時っていうようなこと。それ何度も言いますけど、それ自体はいいんですよ。それ自体はいいんだけど、その否定というコンセプトがありきで全てが作られすぎてて相互を生じている部分、例えばですね、そのせいで全てのキャラクターがですね、その異性愛至上主義の相対化会議、なんなら否定っていうコンセプトに従属する形でしか、わかります、コンセプトに従属する形でしかキャラクターがいないし動かないっていうことになっちゃって、その結果ひどくどのもう全てのキャラクターが恐ろしく記号的か、何考えてるかよくわかんない空っぽな人物像になっちゃってるんですよ、今回の映画は。例えばですね、今回まあ主人公マレフィセント、はですね、まあこういうことですね。その要するに動機となるのは、要は、かつて愛した男に手ひどく裏切られたと。というのが発端にありますよ。つまり発端の部分でまず異性愛、至上主義への会議っていうのは最初に提示されるわけですね。で、これ面白いのは、今回の、まあ、悪役にあたる、まあ、ステファン王、まあ、要は、オーロラ姫の父親にあたる、あれ、これをまあ演じるのがシャールト・コプリー。シャールト・コプリーね、4週前に、オールドボーイのリメイク扱った時にね、あの、いい役者なんだけど、小物感が強い人だから、なんかすごいラスボスみたいなのは向かないんだよって話をね、ちょっと言ったと思うんですけど、今回もちょっと小物感、あの、ぶっちゃけ、アンジェリーナ・ジョリーと全くツインには見えないですよね。ステファン王をブラッド・ピットがやってればまだしもね。そしたらそのお互いの執着っていうのが、なんかこう、釣り合うんだけどさ、アンジーは別にシャルト・コプリーに執着する必要ないんじゃないっていう。まあまあいいんだけど、まあそこは置いといて、その今回の悪役の、その徹底した悪役であるステファンというね、その王様も、その異性愛に真実の愛っていうのはないっていうところでは一致してるわけですよ。つまり序盤で提示されているそのね価値観っていうので、主役とその悪役がまあ一致してると。なおかつこの映画では、映画全体としてもそこは最後まで覆らないんですよね。異性愛には真実の愛がない。主人公も最初それがきっかけね、それが動機になってて、悪役もそう言ってて、そしてそれが最後まで覆らない。で、例えば途中でフィリップ王子、これがまあ原作だと、要は、オーロラ姫にキスをして、蘇らせる。まあヒーロー役ですよね。で、これがまあ今回も出てくるんだけど、これがまあ明らかに、
もうこれ見よがしなミスリード用キャラとして登場するわけですよ。もう見るからにまあちょっとこう抜け作として、登場してですね、でびっくりするぐらいこれが役立たずとしてしか終始描かれないわけですね。これせめてこのフィリップ王子今回ね、要するに真実のキスで起こすことはできませんでしたでもいいけど、せめてクライマックスで少しは一緒に戦うとか、要はその同志パートナーとして異性といえど、その相愛に真実の愛ってわけじゃなくても同志として信頼関係にはなりうるっていう役割ぐらいは持たされてもよかったもんなのに、それ一切役を持たせてもらえない。要するにキスして真実の愛がないんだったら、はいお前関係なしって感じで、はいはい退場みたいになっちゃってると。そのくせラストでですね、そのオーロラ姫と一応いい感じみたいなのはキープしてる感じで暗示されたりするわけですよ。てかそもそもこの二人ね、今回の作品だと出会ってまあ惹かれるわけですけど、そこはまあ元の眠れる美女と同じなんだけど、元の眠れる美女のオーロラ姫はそれまで他の外の世界のことも知らないし、外の世界の人間とも会ったことがないから、外の世界ってどういう風になってるんだろうっていう、要は、この王子と出会うときめきっていうのは彼女の外の世界に対する憧れであり、彼女のこれから広がってる未来に対する憧れっていうのを象徴するキャラクターでもあるから、彼らは突然会ったときに、あ、運命だみたいな、かこう恋に落ちるというのに必然性があるんだけど、今回の、オーロラ姫はですね、マレフィス、その前にマレフィセントとも会ってるし、マレフィセントたちが住む異界、そのムーア国というところに行って、いろんなものを外の世界ガンガン見てるわけです。てかフラフラあるって表見てたりするわけですよ。だからどういうことかっていうと、要はこのフィリップ王子とは単にマジで異性として惹かれ合ってる以外の要素がないんですよ。しかもフィリップ王子は別に何にも彼女のために活躍とかもしてないから、え、本当に、あ、つまり愛はないけど性はあるみたいな話に見えちゃってるわけですよね。ちなみに今回のオーロラ姫は、その、マレフィセントたちの住む異界を見ちゃってるっていうことを言いましたけど、これね、物語の根本として、オーロラ姫は16年間、その、元の話だとマレフィセントの、別に魔女の目から逃れるために、隠れ家的なところで3人の妖精に育てられてるわけですよね。ところが今回のマレフィセント見てるとね、これ別に劇中でどういう説明があるとかじゃなくて、見てるとそう感じるように作られてるんですけど、その、マレフィセントが住んでる家と、マレフィセントの国と、オーロラ姫が住んでる家が、すげえ隣にあるように見えるんですよ。近いのそこみたいな。王様はじゃあ何のために16年間この人を、ムーア国からは一番離しておくべきだよねっていうところが、普通に歩いてとかさ、なんかふわーっと浮いたまま、わかります？とにかく距離が短いようにしか描かれない。ということで、これ見せ方が下手なのもあると思うんですが、この時点で物語として若干グダグダ感が、何のためみたいな感じも出てきちゃってたりする。まあ、とにかく、このフィリップ王子というですね、本来なら異性愛至上主義の、まあその、象徴みたいなね、キャラクターを、ほんとゼロに近くに役割をしてしまった結果、さっき言ったように、異性の間には愛は生じづらいけど、まあ性は残るよね。みたいな話になっちゃってて、なんか、どうなのっていう風な感じになっちゃってる。じゃあですね、今回何がね、その異性愛の代わりに市場価値に置かれているか、今回の話。っていうと、まあこれがぶっちゃけまあ母性愛なわけです。母性愛。ね。憎しみに捕らえていたマレフィセント。だから憎しみに捕らえて思わず、まあその呪いをかけちゃうし、その呪いを解くのにちょっと皮肉めいた感じで、真実のキスなら解けるわよと。そんなもんないけどね、あんたも知っての通り。まあ、異性愛の、不毛さをこうやるためにこう呪いをかけちゃったけど、でも母性、別の母性愛に目覚めちゃったっていうんですよね。で、なんだけど、要はその、憎しみに囚われたって割にはですね、先ほどメールにもあった通り、幼いオーロラ姫、本人に懐かれた途端、しかもこの懐いてくるのがそのアンジーのね、実際の子供だったりするわけですよね。懐かれた途端に割とコロッと、にゃごーんとこうなっちゃうと。言ってしまえばですね、こういうことですよ。可愛い子に懐かれたら自動的に母性に目覚めてしまう。自動的に。ね。で、この母性っていうコンセプトありきの話にするためですね。つまり、マレフィセントに一人に母性っていう役割を集中させるために、この映画ものすごく無理のある、っていうかちょっと不快ですらある人物配置をしてしまっている。これが多分本作一番の欠点というか、嫌なところだというふうに思います。まあこれね、メールでもね、ありましたけど、何しろ今回の3人の妖精ですよ、まず。オーロラ姫を16年間その、離れでこうす、家で育ててるってやつですけど、今回まあその元の眠れる森の美女と名前も変わっているから、まあ別のね、3人だとは言えるかも、でもだったら別だったらどうなんだって話で、要はですね、とにかくこの3人のキャラクターが今回の映画だと最低です。うん。
まあ、元のその眠りの森の美女だとですね、このその3人の、妖精っていうのはすごく一番楽しい、すごい可愛らしいおばちゃんキャラクターで、彼らのそのスタモンダみたいなのがすごく一番楽しい要素になってる。例えば、トリオ漫才的にね、こう、まあ、ボケとツッコミというかこうやったりするんだけど、それでこう、ケーキ作りしたり、ドレス作りしたりっていうのがすごく見せ場になってたりして、なおかつそのケーキとドレス、特にドレスは、後半に至ってその、オーロラ姫が着ているわけですから、要はこの、3人の、妖精とオーロラ姫っていうのつながりをまあ示す、要素にもなってたんですけど、そこら辺がざっくり省略されてるために、要はなおかつそのこの3人のどつき合いがですね、すごくこうなんか不快なだけのこうどつき合いになっちゃってる、なんかあんま可愛くもなかったりしてですね、ってなってる。でマレフィセントのそのね、さっきから言ってる母性を際立たせるために、それどころかもうこの時点でかなり不快なだけのキャラクターになっちゃってるんだけど、養育力ゼロ、まあ、言っちゃえばネグレクト状態のなんか養育者として描かれちゃってて、っていうことは、何、養育力ないような、じゃあなんで王様はこいつらに預けたのっていう、よくわかんないことになっちゃって、ということだと思います。でいきなり場所とかもバレちゃってて、何のために預けてるかよくわかんないことになっちゃってると、だったら城の中でガードして育てた方がいいじゃねえかってことになっちゃってるんだけど、はい。でそもそもですね、このマレフィセントっていうのを犠牲者としていい人として描くと、この三人の妖精っていうのは王様の言うことを聞いてオーロラ姫を育てたりとか、マレフィセントと敵対する側なので、そのムーア国っていうね、その妖精たちの国が別個にあって、マレフィセントはそもそもそこの人で、しかもその人間に裏切られてひどい目に遭ってるっていうのにマレフィセントと敵対するっていうことで、つまり必然的にこの三人はクソ裏切り者っていうことになっちゃうんですよ。コウモリ野郎っていうね、ものすごい卑劣感ってことになっちゃって、どうしたって。だから俺見ながらですね、もうとにかくキャラクターとしても不快だし、その子育てネグレクト親としても嫌だし、で、裏切り者だし、卑怯なコウモリ野郎で、もう見てる間ずーっと、早くこいつら誰か殺してくんねえよなみたいな。マレフィセント早くこいつ殺さねえかなと思ってずっと見てました。この三人に関してはもう言い訳し不能の明白に解約ですね、これね。はい。で、まあ、そんな状態なもんでですね、まあ、オーロラ姫とその彼女たち3人の妖精ね、一応16年間一緒に住んできたって話なのに、あの情の通じ合いみたいなものが一切感じられない関係になっていると。でですね、ちなみにさっき言ったように、そのマレフィセントにね、その母性っていうものを集中させるためにも、その3人の妖精の要は育ての親っていうのの母性要素を完全に排除してるじゃないですか。でもう一方ですね、育ての親、もう一方生みの親であるはずの女王さんがいるんですけど、生みの親はもう存在自体がほぼないがしろになってる。これまあ物語上ですね、夫であるその王様が悪い男だっていう物語上の理屈は一応あるけど、作品上でもほとんど要は映されもしないわけですよ、後半から。だってさ、赤子を奪われて母性愛っていうのをちゃんと描くんだったら、本気で描くんだったら、マレフィセントがね、一番詫びなきゃいけないのはオーロラ姫以上にこの母親のはずですよね。ところが要は生まれたばかりの子供と引き離された、その彼女の悲しみとか、そういうのは一切描かれない、まま終わってしまうと。どころかマレフィセントは別に何にもそこには何の躊躇もなく母親代わりの座みたいのにまんまと居座ってるわけですよ。はい。ということで、だから厳密には母性さえもちゃんと描いてないし、はい。で、こうしたその諸々の歪みが結果として全部あともう一つ、その要は孤独にですね、その男に裏切られて孤独に暮らしているその女の人が、幼い子供に懐かれた途端自動的に母性が発動してしまうって、これまた別の意味で女性に対して抑圧的な話ですよね。はっきり言って恋愛至上主義だけが別に女性に抑圧的な話じゃないですよ。だから逆になんか嫌な感じになっちゃってるし、はい、すいません。でね、もろもろのこの歪みがですね、結果として全部集中してしまってるのが今回の、エルファニング演じるオーロラ姫のキャラクターだと思うんですよ。ぶっちゃけ中身が空っぽなのか狂ってるのかみたいな感じになっちゃって、マレフィセントのその母性っていうのはほぼ自動的に喚起させる役割しか担っていないため、とにかくただひたすら何にでも、さっきから言ってるように自動的に心を開く、かっこつきいい子っていう風に描かれてる。何にでも自動的に心を開くいい子って、それ狂人でしょあのね、例えばですね、マレフィセントに眠らされて、その初めてムーア国、異界ですよね、我々から見れば化け物みたいなのがいるような国で連れてかれて、その中でハッと目覚めたシーン、そこでね、要は自分がハッと目覚めたら知らないところで異界にいるっていうことはずなのに、一瞬ひるむとか怯える的なリアクションが全くないまま、いきなり笑顔になって、まあ素敵なところ、お友達になりたい、狂ってるこういうあたりは、そのさっき言った今回の監督の演出の至らなさっていうのも結構あるような気がするんですけどね。あるいはですね、自分は
の素性を知らされる、本当はあなたは お姫様ですよ、みたいなこと3人の妖精にね知らされて、そしたらですね、まあそのね、マレフィセントが呪いかけてひどいっていう怒りはあるにせよですよ、その真相を知ったオーロラ姫はどうするかっていうと、3人の妖精はほっといて、1人だってさ、マレフィセントに怒るのは分かるけど、3人の妖精は別にお世話になってんだから一緒に行くなりなんなりあるだろうに、一人で馬乗ってですね、パカラパカラってね、お城に真っ先、私はお姫様なんだって、パカラパカラって城行ってですね、この娘がね、あの自分は姫だと言っております、お父様ってこう王子、王子の王にこういきなり抱きつきに行くんですよ。これね、あのさっきから何度も言いますけど、狂ってるか、もしくは私姫なんだっていう、姫っていう身分に目がくらんだだけの嫌なやつですよ、ただの本当にだからどっちかにしか見えなくなっちゃってるというね。かと思えばですね、例えばまあ肝心のその眠りにつきましたで、今回ある人のまあ真実のキスでこう目が覚めるっていうんだけど、目が覚めた瞬間からもういきなりそのちょっと手前までマレフィセントとはね、ちょっと誤解ゆえに一種対立になってたわけですね。ちょっと葛藤があったわけですよ。目が覚めたらもういきなりニコーなんてしてなんかデレってるわけ。つまり和解のプロセスなしでいきなりさっきから言ってるように自動的にマレフィセントのなんかこうラブになっちゃってるわけですよ。はい、ということでですね、まあ、前の眠りの森のね美女はのそのオーロラ姫はね、あの寝てチューされて起きただけじゃねえかみたいなこと言われてるけど、でもさ、例えば王子様と出会う場面にはさっき言った自分の知らない世界、他者と出会う時の手探りの成長のプロセスみたいなのが一応描かれてたのに、今回のエルファニング演じるその オーロラ姫はもうそれすらない、何につけても自動的だから、これこっちの方がもうよっぽど受動的なキャラクターになっちゃってないかなっていう。あとエルファニングが美女なのかどうか俺にはよく分かりません、というのがあるで、まあ、つまりですね、その恋愛、さっき言った異性愛、至上主義みたいなのを否定する。まあ、それ自体はいいんだけど、その否定っていうのが目的化しすぎちゃって、結局その母性愛のようなもの、至上主義みたいなものに入れ替わっただけになっちゃって、結局何かしら抑圧に働いちゃってるし、悪役の相対化っていうのも、他のキャラに悪っていうのを一心に託しただけで、そんなに、実はそんな進歩的な話もなってない。それどころかさっき言ったように、最初に異性愛の相対化っていう問題が提示されてるのに、それが、結局正面から克服されないまま話が終わっちゃうので、特に子供に見せる映画として異性愛の完全否定みたいな、どうなんだろうねとかね、ちょっと思っちゃいますね。はい、ちなみにこれテーマ的にやろうとしてることは非常に近いはずのアナと雪の女王が、僕の表の中でも言いましたけど、あの要はレリゴー改編ですね、レッドイットゴーってあの曲があまりにいい曲だから、雪の女王エルサのキャラクターが善に変わったという、つまり当初のコンセプトよりキャラクター側のどうしても動いてしまうエモーションの方を作品として優先させた結果がアナと雪の女王の現状でもあるのに対して、今回のマレフィセントのコンセプトありきで歪んじゃってるのは実はものすごい対照的な話だと思います。アナと雪の女王はその歪みっていうのがちゃんと意味がある、歪みになってるということだと思います。異性愛の扱いっていうのも、あのクリストフっていうのはあれが一応パートナーとしてのちゃんと扱いとしてきちんと機能しているし、そういう意味で今回のほど極端ではないですし、あるいはラストのその異界と共存しようというメッセージもちゃんと絵で一応見せてくれてるので、一応ね、今回はもう一方的にセリフナレーションで言うだけなんで、あの人間がそのね、あのあっちの側の世界を受け入れたかどうかなんて全く分かんねえじゃんっていうね感じになっちゃってると思います。じゃあ見るべきところ、良かったところが全くなかったかといえばね、少なくとも一箇所、私みたいな否定派でもおーっとなるシーンがございます。要はクライマックスなんですけど、アンジェリーナ・ジョリーがですね、これまあネタバレにならないようにね、こういう言い方しましょう。アンジェリーナ・ジョリーがね、ジェットスクランダーね、マジンガー Z のね、あのジェットスクランダーを最長装着するというね場面がございまして、このあそこはすごい良かったですよね。はい、っていうか要はこれがやりたかったんだろうっていう、そのジェットスクランダー装着ドーンがやりたいためにこの映画全てあるようなもんだと思っております。もちろんアンジェリーナ・ジョリーに関してですね、確かにアップで持つっていうそのスターとしての力ありますし、アンジェリーナ・ジョリーの魅力が全開だといえばまあそうなのかもしれませんがと、ただそのジェットストロング、あのね、ジェットスクランダー装着シーンも含めてですね、もっと上手い人なら、例えばいきなりくっついちゃってんですよ、わーってなる前にブワサーって何かこう影みたいなのが飛んできたと思ったらつくとかさ、ためがないんですよこのロバート・ストロンバーグ様。なんか全体的にカットを説明的に切りすぎたせいでダイナミックさとかために欠けるところがすごくあると思いますし、最初の合戦シーンで王様のなんかズームアップみたいな、ドヨーンみたいなズームアップしてすげーかっこ悪いとかですね、あとはですね、さっきのオーロラの家とムーア国の位置感、距離感の話もそうだし、例えばさ、森の中で人間の部屋をマレフィセントと、あの、狼に化けさせたのディアビルバルがですね、挟み撃ちにする場面とか、誰がどこに行って、どこにおびき寄せて、どっちからどうなってるか全くわかんない。
とにかくちょっと空間の示し方がこのロバート・ストロンバーグさんあんま上手くないせいもあったりして、なんかじゃあかといえばね、その美術プロダクションデザイナーだからっていうと、その例えばクリーチャー描写とかもあまりにもロード・オブ・ザ・リングと、ね、アバターすぎてですね、新鮮味には全く欠けるということで、はい、ちょっと僕はいただけない、そのジェット・スクランダーのシーンと、あとまあその、まあ、カラスになったロデム、バビル2世でいうロデム、まあ、いろんなものに変身するロデム、あと最初に出てくる少女時代のアレフィセント役やってるあのイゾベル・モロイちゃんって、あの子はすごいいいなというふうに思いましたけどね、はい、なんですが、まあ、正直結論としてはですね、眠れる森の美女の現代的リメイクとしては非常に中途半端な、原作ファンを裏切るものになってしまっていると思うし、ちなみにあの眠れる森ファンの僕の奥さんもカンカンでした、もうね、はい、別物として見るにはおかしなところが多すぎということで、これ残念ながらあの今年ベストワンって言ってる人を目の前に言うのはなんですけど、僕はこれぶっちゃけダサくだと思いますね。はい、というんだけど、まあこのディズニー、映画のね、最近の潮流流れで見るのがおすすめですので、ぜひ劇場でウォッチメンしていただきたいと思います。はい、時刻は10時56分です。いかに映画ウォッチ超人といえど運命には逆らえない、来週のウォッチ候補作品を紹介いたします。果たして今週はどのカプセルが当たるでしょうか。ですね、ウォッチ作品、4作品用意しております。まず最初の候補はこちら、ルローニケンシン京都大火編。まあ、ルローニケンシンね、これ2作目っていうか、これまだ完結してないんだけど、その次がまだあるというやつですよね。はい、どうなんでしょうか。あのアクションシーンなんか良さそうに見えますけどね。続いてはゴジラ。はい、ハリウッド版でリメイク2度目のゴジラ、2度目の正直となるんでしょうか。3つ目はこちら、思い出のマーニー。はい、スタジオジブリ最新作、いい評判も微妙なという両方聞きますが、どうなんでしょうかね。続いて4つ目、僕を探しに。これはですね、あの前にイリュージョニストやりましたけど、あとね、ベルビルランデブなどのシルバン・ショメというね、フランスのそのアニメ作家の初実写作品という感じでございます。そして最初の、最後の候補はリスナーカプセルです。ラジオネームシルバー忍者さん、32歳主婦。今週歌丸さんに見ていただきたい映画はプレーンズ2ファイヤー&レスキューです。前作がイマイチだったので完全にナーメーテーターでしたが、見たところ確実に面白くなっていました。傑作というほどではないのですが、前作からの上がり幅を歌丸さんにぜひ解説してもらいたいですというね、微妙な感じのね、プッシュをいただいております。ということで以上4作品が候補でございます。ということでカプセルが出た後、どうしても他に評論したい映画がある場合、自腹で1000円払えばもう1回ガチャを回すことができるシステムと、今週はですね、先週の特集ゲストキタンクラブさんからもらったガチャガチャ、ムービースターシリーズ最新作ジョーカーストラップ、ダークナイトジョーカーストラップがカプセルに入ってるので、もし当たったらリスナー枠に採用された方、シルバー忍者さんにプレゼントしたいと思います。それではレッツガチャタイム。さあ今週はちょっとルローニケンシンだったら逃げたい気持ちでいっぱいだが、どうなのか。あれ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 、ガチャがガチャが詰まって出てこない。あれちょっと待って、もう一回入れる。あれ、なんで。あ、来た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 。あ、思い出のマーニー、もう時間もないからマーニー。焦った、キタンクラブの呪いかと思ってしまいました。キタンクラブさんね、実はあれだけのヒットを出してるけど、制作費の高騰や円安などで結局全然儲かっていないというオチがついております。ということで、もうこの映画思い出のマーニーを見たというリスナーの皆様からの感想メールもお待ちしております。シネマアンディアス歌丸にウォッチしてほしい映画も募集中。宛先はどちらも歌丸 @tbs.co.jp 歌丸 @tbs.co.jp までよろしくお願いいたします。以上、誰が映画を見張るのか、週刊映画辞表ムービーウォッチメンのコーナーでした。ここで